新道兼と4月22日から2012年5月29日は日本の映画監督、脚本家。本名は新道兼と近代映画協会会長。13位、広島県名誉県民、広島市名誉市民、広島県三原市名誉市民。表現の自由と思想の自由をとことん追求した監督である。日本のインディペンデント映画の先駆者であった。 性のタブーに挑戦したり社会派映画を制作したりと冒険的な作品を発表した点が同世代の監督と大きく異なる点である。鉄輪のように前衛的な作品まで制作した。脚本作品も約370本と非常に多い。1912年、広島県佐伯郡石内村生まれ。4人兄弟の末っ子。 広島市内から一山越えた農村で豪農の家に生まれるが、父が借金の連帯保証人になったことで没落した。田畑を売り、たった一つ残った蔵で父母と三人で暮らし、石内神城高等小学校へ通う。当時、長兄は、尾道警察署に勤務、姉二人は、家が没落したため、長氏は、花嫁移民として渡米指示士は、広島で看護師になった。 なお聖火であるその蔵は1999年まで、神道の聖火として保存されていたが取り壊され、当地には生誕の地石踏みが立っている。1927年国内尋常、高等小高等科を卒業後、広島市内の親戚の家に預けられた。この時代のことは、石内尋常高等小学校花はちれどもに、描かれている16歳の時に、 尾道の長慶宅に居候をすることになる。この兄の家は、東土道町にあり、隣が大林信彦の実家であった。何もすることがなかったが兄に気を使って、家に居づらかったため毎日尾道の町でブラブラ、過ごしていた。1933年、徴兵検査が終わった頃、たまたま見た、山中夫映画、万学の一生に感激し映画を志し、 京都へ行くことを決める。すごい映画に出会った。尾道の玉、坂館という映画館で見た。山中貞夫監督の万学の一生で人の生き方を考えさせる知恵の働いたい映画だった。これが、と思った。突然ね、映画をやろうと思った。新道兼と中国新聞1990年特集、私の道交通費を貯めるため、 兄の紹介で自転車を降ろし、山口バイシクル紹介に努めた。尚子の紹介は、高橋源一郎の実家である。大林信彦によると、神道は、大林の尾道の実家の持ち家に住んでいたことがあり、幼少期の大林は、神道と映画を見たことがあるという。ただ大林が後、6歳の頃つまり1942年1943年頃と、証言しており、 この時期ではない可能性が高い。兄の紹介で、京都府警察の刑事のつてを頼りに、京都へ出る。ただすぐには撮影所には入ることができず、絶望し一堂の道へ帰るが、諦めきれずに再び京都へ戻る。1934年22歳の時に、新興キネマに入る。死亡していた映画女監督への道は狭く、体が小さいため照明からも敬遠され、 入ることができたのは、現像部で、フィルム感想の雑役から映画キャリアをスタートさせる。満州国が、帝政に移行した年であった。目指す想像する世界とは、かけ離れた、長靴を履きながらの辛い水仕事を一年ほど務める。撮影所の便所でお年紙にされたシナリオを、発見、初めて映画が、シナリオからできているものと知った。 新興記念魔幻造部の東京移転に同行し、美術部門に潜り込む。美術監督であり美術部長である水谷博史に指示。美術助手として美術デザインを担当した。仲間からは酷評されても暇を見つけてシナリオを書き続け投稿師匠を得るが、映画化はされなかった。黒沢明や熊城達美、脚本家の山田忍も監督が脚本を待っていてどうする 待っていても来ないよ。自分で書くんだよ、との言葉を残している。家が近所だった、落合基地人が監督に昇進し、脚本部に推薦され、南子女性で脚本家デビュー。1941年、溝口健二監督の玄の区中心蔵の建築監督として1年間、京都講和映画に出向。本作で、原寸大の松の廊下を制作したのは、新道である。 溝の口は、俳優から演技を聞かれても、反射してくださいと言うばかりで何も俳優に教えない。ため、他の俳優、スタッフ同様に振動も反発していた。しかし出来上がった作品を見ると感銘を受けた。つてを、頼り溝の口のうちで死になることになり、シナリオを一本書いて、溝口に提出するが、これはシナリオではありません。ストーリーですと告評され、 自殺を考えるほどの大きなショックを受ける。スクリプターをしていた内妻久慈高子の励ましで奮起手劇作集を読み漁り、再出発を誓う。講師とは1939年に結婚したとする資料もある。1942年、情報局の国民映画脚本の公募に応募、佳作に終わる。当選は、東方の助監督、黒沢明の静かなりであった。 翌年、強風が当選。これを知った溝の口から連絡があり、生涯ただ一度だけ擬音でご馳走に預かる。1944年、所属していた、公和映画が小畜大船撮影所に吸収され、東京本部へ移籍。同1944年4月、脚本を一本も書かないうちに、日本海軍に招集され二搭水兵として、クレチンジュフ海兵団に入団。 新道は戦争に行けば死ぬに決まってる、もうシナリオは書けないのかと絶望した。任務は新道を曰く、掃除部隊で、最初は奈良天理教本部宿舎に海軍飛行予下練習生が配置されることになったため、次に兵庫宝塚歌劇団の宝塚大劇場や宝塚音楽学校に潜水艦乗りや航空隊が配置されることになったため、そこを掃除するというものだった。 すでに三十二歳ながら、年下の上等水兵の若者にこき使われ、彼らの身の周りの世話をする。上官には、クズと呼ばれ、木の棒で木が遠くなるほど叩かれ続けた。兵隊は叩けば叩くほど強くなると信じられていた時代だった。天理教本部を掃除した百名のうち大半が前線に送られ、九十四人が戦死した。この間、内災の講師は結核にかかるが、 貧しさのためろくに栄養をつけることができず死去している。1945年、宝塚海軍航空隊所属にて広島市への原子爆弾投下を知り、そして第二次世界大戦終戦を迎える。これらのことは、60年後に制作された陸に登った軍艦で描かれた。東京でのアパートは空襲により焼けていたため、一旦、尾道の兄のところに身を寄せている。 看護婦をしていた姉は当時尾のへ移っていたため、無事で被爆時には広島で看護活動をしていた。振動自身も被爆後の広島に足を踏み入れている。そして、小畜大船撮影所に復帰するため上京することになる。宝塚歌劇団図書館にあったすべての儀曲集を読み終え、小畜大船撮影所に復帰。1945年秋書いた。 町舗装が、牧野正弘によって、町ぼうけの女として映画化され1947年の、キネマ旬報ベスト104位となり初めて実力が認められた。溝の口のために、溝口の戦後第一作、女性の勝利と、我が恋は燃えぬを書く。戦中に亡くなった内債の講師のために書いた、愛妻物語のシナリオはこの頃に書いている。 1946年34歳の時にミヨと結婚。ミヨとは60歳まで婚姻関係を続けている。1947年に吉村幸三郎と組んで安城家の舞踏会を発表する。大ヒットし、キネマ旬報ベスト101位も獲得、シナリオライターとしての地位を固めた。その後は吉村とのドル箱コンビで、 我が生涯の会焼ける日などのヒット作を連発。木下圭介にも、結婚、お嬢さん乾杯、を書く。1949年、森の石松の工業的失敗等で、松竹首脳らが、振動のシナリオは、社会性が強くて、暗いとクレームをつけるに及び、自らの作家性を貫くため1950年、松竹を退社して独立プロダクションの先駆けとなる。 近代映画協会を吉村、殿山康氏らと設立。1951年、大英から受け負う形で、近代映画協会初の作品として、愛妻物語で39歳にして、祝願の監督デビューを果たす。この自伝的な内容の脚本はどうしても他人に、やらせたくなかったと告白している。主演は、大英人気スター、100万ドルのエクボ、 音羽信子で、音羽がこの脚本を読んでどうしても妻の役をやりたいと願い出てきたこと、神道としては愛妻物語のモデルである内妻講師と音羽がよく似ているから、との理由で決まった。また大英に持ち込んだ、似せれる清掃が1951年の大ヒット映画となった。1952年、 近代映画協会初の自主制作作品として原子爆弾を取り上げた映画原爆の子を発表。翌年の1953年カンヌ国際映画祭に出品。後に公開された外交文書あるいは外務省文書において当時の日本政府はこれを好ましく思っていなかったこと、アメリカの圧力により外務省が受賞妨害工作を試みたこと、逆にカンヌでは 高い評価を得ていたことが判明している。こうした全評判に、周囲はパルムドールを期待したが落選している。また、西ドイツでは、反戦映画として、軍当局に没収される騒ぎもあり、各国で物議を醸したが世界で反響を呼び、チェコ国際映画祭平和賞、英国フィルムアカデミー国連賞、ポーランドジャーナリスト協会名誉賞など多くの賞を受けた。 これ以降も広島原爆をテーマとした作品を作った。また、長崎原爆ものでは1950年、長崎の鐘で脚本を担当している。原爆の子主演の音羽は、映画制作の際に、近代映画協会へ強引に移籍。以降、新道と音羽の関係は続き、私生活では新道には、本妻、美代とその子たちがいたもののこの頃より音羽と,と愛人関係になる。 以降は自作のシナリオ、自らの資金繰りで監督する独立映画作家となり、劇団民芸の協力や、寒波などを得て、数多くの作品を発表。しかし、芸術性と商業性との矛盾に悩み失敗と、試行錯誤を繰り返した。核兵器の作品も続き、1959年、第五福竜丸を発表するも、工業的には、失敗に終わり、近代映画協会には、 多額の借金が残り解散の危機に陥った。この頃、同時期に日本映画に衰退の陰りが見え大きな映画会社の経営が困難になり始めた。しかし、産業としての映画の衰退は社会派映画や前衛芸術映画の躍進のチャンスでもあった。大映画会社による映画館の独占支配体制が緩み、小さな独立系プロの制作する映画にも、 上映の機会を得ることができるようになった。1960年、経営が立ち行かなくなった近代映画協会は、その解散記念作品として振動が長年、温めていた無言の映画誌、裸の島の制作に入る。広島県三原市の無人島である宿、矢島を舞台に、その南にある、詐欺島でロケを観光。制作費はわずか500万円。夫婦役の殿山。 音は含めスタッフ13人に、作頭の小学生も加わり、撮影期間1ヶ月で作り上げた。振動は、後のインタビューで以下のことを語っている。僕の映画人としての理念はね、映画は映像である。映像で押して、押しまくっていけば、必ず真実はつかめる。それでわざわざセリフを抜いた映画なんですよ。俳優が、農民の演技をやるんじゃなくて、島に、 農民の夫婦が住んでいて、その記録映画を撮るというように作りたかった。新道兼と中国新聞2009年9月1日付この映画が評価されたのは日本国内よりも海外で1961年モスクワ国際映画祭でグランプリを取り、新道監督は世界の映画作家として認められた。モスクワ国際映画祭の際には各国の映画バイヤーから次々に 買い入れの申し入れがあり、最終的に世界62カ国に作品の上映権を売ることで、それまでの借金を返済した。このモスクワ国際映画祭ではその後の振動作品のほとんどを出品し、それらは当地で強化されており、振動は足を向けて寝れないとこの映画祭を感謝している。この成功は限られた観客を相手に、 極端に低い制作費で優れた作品を取ることが可能であることを示し、大会社の資本制約から離れることで自由な映画表現と制作ができることを証明した。そして制作手法は、その後の邦画界におけるインディペンデント映画の制作に多大な影響を与えた。スクネ島のある三原市は裸の島の他に落書き黒板、影ウ 三文役者でロケ地として用いており、この縁で、三原氏し名義民に検証されている。振動作品には、社会性の強い作品、性のタブーに挑戦した作品がいくつか存在する。1964年の、鬼馬場では、吉村実子、佐藤圭が全裸で走る場面を撮影。1970年連続拳銃発砲事件の、長山則夫を題材にした。 裸の19歳。1972年には、フラワーメグのヌードがほぼ全編で流れる、鉄輪を発表した。鉄輪は、日本の伝統芸能に題材を取った、前衛的作品だった。1974年引上げ者から、東北開拓農民となった者たちを描いた、我が道、1977年津軽三味線の高橋、築山を題材とした、竹山一人旅。 広島原爆で死亡した桜体を題材とした桜体散る家庭内暴力に罪を取った考察死と不能をテーマにした生の起源樋口か奈子が美しいヌードを披露した北斎漫画同作品では田中優子もヌードを披露している生のタブーに挑戦した木刀期間などを発表する神道の世代で生と人間にこれだけ取り組んだ 映画作家は稀である。また、頼まれた仕事は断らないお心情に、近代映画協会における自作の映画制作と並行し、大手映画会社の企画作品の脚本も多数手掛けた。中には、映画史に残る名作、話題作も含まれた。優れた芸術家は多作であるという観点から見れば、これも特筆すべき才能と言える。評価の高い脚本作品に、 川島雄三監督、しとやかな獣、鈴木清淳監督、喧嘩レジー、中平康史監督、根結寺、理科シリーズ、神山誠二郎監督、八甲物語などがある。娯楽改作としては、江戸川乱歩の原作をミュージカル仕立てにした、黒トカゲなどがある。テレビドラマ、演劇作品も含めると手がけた脚本は370本にも、及び、 多くの賞を受賞した。ドラマも人生も、発端、葛藤、終結の3段階で構成されるというのが持論である。監督としては純娯楽作品にはほとんど関心を示していないが、脚本家としてはそちらにも強く、コメディやミステリーなどにも高い技術を発揮するアルチザン的側面も持つ。他の巨匠と言われる監督兼脚本家たちの多くが、 自身の監督作品の脚本執筆をメインに知っているのに対し、他の監督に脚本を提供し、なおかつ高い評価を受ける仕事が非常に多く、そちらに限定しても最高クラスの脚本家である。さらにプロデューサー、経営者、教育者、著述者としてなど、いくつもの顔を持って日本映画へ大きく貢献している。また私生活においては、本祭、 ミヨの申し出により1972年60歳の時に正式に離婚。1978年に音羽信ノブコと再婚した。1994年音羽も亡くなっている。およをテーマとした午後の遺言状は音羽と杉村春子のためにシナリオを書いたもので音羽にとっては遺作、杉村にとっては最後の映画出演作品となった。 1989年に亡くなった法優、宝勇、戸山康氏をモデルに三文役者を書いている。70年以上の映画人生で、世界最長老の映像作家の一人であることで知られていた。また、池弘和夫、神山誠二郎、千葉茂木、松井実、金宇尊、田代弘志公、田淵久美子ら多くの文化生を出した。なお、 近代映画協会は1960年代に100近くあった独立プロのうち唯一成功し、現在も存続映画作品を送り出している。長年の映画制作に対して1996年に第14回がわき賞、1997年に文化功労者、2002年に文化勲章を授与された。裸の島、裸の19歳でグランプリ。 行きたいで金賞を受賞したモスクワ国際映画祭では2003年に特別賞を受賞している。また映画を通じて平和を訴え続けた功績により2005年に谷本清平和賞を受賞。多くの傑作映画を世に送り出し、日本最高齢現役監督として映画一枚の葉書を完成させたとして2011年に第59回。 菊池博司賞を受賞。一枚の葉書は2010年10月31日にクランクアップしていた。1996年、日本のインディペンデント映画の先駆者である振動監督の業績を称え、独立プロ58社によって組織される日本映画制作者協会に所属する現役プロデューサーのみがその年度で最も優れた新人監督を選ぶ振動金戸賞を新たに、 創設した。2010年の時点で日本最高齢の現役映画監督であり、世界でもマノエルド・オリベーラに次ぐ位置にあったが、同年の第23回東京国際映画祭、表彰式で一枚のハガキを監督員退作とすることを公表したが、求められればまだ撮りたい気持ちも表していた。晩年は高齢で移動に車椅子が欠かせなくなっていた。 2012年2月14日に東京都内で行われた第54回ブルーリボン賞の受賞式では新人賞を受賞した当時7歳の足田愛菜との92歳差のツーショットで沸かせた。2ヶ月後の4月22日に100歳を迎え東京都内で誕生会が開かれ集まった映画人を前にこれが最後の言葉です。どうもありがとう。さようならと挨拶した。 二千十二年五月二十九日、老衰のため、東京都港区の自宅で亡くなった、万百細胞打つ。震監督の葬儀、告別式は二千十二年六月三日、多くの映画関係者や俳優などが参列する中、増上事故を切土ので取り行われた。二千十二年六月二十六日、日本政府は、新動監督が数々の作品を世に送り出した功績を称え、 他年にわたる映画界への貢献を評価して正距日の5月29日をもって13位に追助する閣議決定を行った。た多,多数。ありがとうございます。